こんにちは、海のひとときです。今回は前々回にあげた泳がせ釣りの映像の仕掛けをどんな風につけているのか、どんなものを使っているのかというコメントをいただいたので、それにお答えする意味で今回の動画を作ってみました。まずは前々回の動画を見ていない方に少しハイライトで紹介いたします。と、このように今までで海のひととき史上一番迫力のある貴重な映像が撮れました。今回は初心者の方でも分かるように、泳がせ釣りの種類、また仕掛けの作り方、あとは水中でどのように餌が動いているのかという特徴があるのかを、この動画の中で説明していきたいと思います。はい、あくまでも正解ではないので、もし皆さんがこれを教えてもいいかなっていう、こう秘密の仕掛けだったりとかやり方があれば、ぜひコメント欄の方でシェアしてもらえると嬉しいです。では早速ご覧ください。今回もいつもと同じフィールドで、このようにかなり水が澄んでいました。餌としては高部と、イサキの小さいサイズのウリボウと言われるものを今回は使っていきます。まず泳がせ釣りで用意しておきたいものは、このように釣った魚、あるいは買ってきた生き餌をですね、泳がせるバケツと、魚に酸素を送るためのポンプ、ブクブクがあるといいでしょう。狙う魚はおのずと大きくなってくるので、このようにタモの網とタモの餌があった方がいいです。では早速仕掛けの作り方と、仕掛けの特徴、また水中映像を紹介していきます。こちらが今日紹介する内容になっています。天秤仕掛けの作り方は至ってシンプルで、道糸を天秤の上部につけ、その下にハリスと針をつけます。最後に生きた餌をその針につけて完成です。この天秤仕掛けの特徴は、底に沈める釣り方というとこです。主に砂地や砂利など障害物の少ない場所で適しています。狙う魚はおのずと砂浜であったら、マゴチやヒラメなど、そこにいるような魚に絞られていきます。一点、このデメリット、天秤の仕掛けによる、懸念点としては、魚の誘導範囲がこのように限られてしまうので、次のコマのように魚が弱ってしまうのが非常に早いです。魚に負担がかかってしまうので、餌の交換がかなり頻繁にある必要になってくるんじゃないかなと思いました。胴突き仕掛けで使う材料は、この三つ股のサルカン、そしてそれなりに太いハリスと、最後に生き餌をつける針です。そして三つ股のサルカンの違う分かれ目にはですね、細いハリスと一番下に重りをつけます。先ほどの天秤仕掛けも同じですが、生き餌をつける針はこのようにプロヒラメと書かれているような太軸の針を使うことが多いです。また初心者の方は貫付きという、非常に糸につけやすい、針の形状がありまして、そちらを使うのもおすすめです。重りがつくハリス糸にはですね、針がつくハリスの半分くらいがちょうどいいかもしれませんね。
胴突きの仕掛けに適した場所はこのように岩などの障害物が多い場所で、ピンポイントで、場所を絞って仕掛けを落としていきたいときに有効です。それでは仕掛けをそこまで落としていきたいと思います。重りがそこについて魚の行動範囲、動ける範囲が限られているので、魚をこう引っ掛けている針が根掛かりするリスクがかなり回避できます。また狙っている深さをキープできるのが一つの特徴です。ただこれも天秤仕掛けと同じように魚の可動域が限られてしまうので、このように魚が弱りやすく負担がかなりかかってしまう状態になっています。一般的な始めやすい泳がせ釣りの仕掛けはこれかもしれません。一つ前の胴突き仕掛けと似ているのがこの誘導胴突き仕掛けになります。仕掛けは胴突き仕掛けとほぼ一緒なんですが、組み合わせの仕方が変わってきます。このように重りが動くようになっているので、魚の可動域がおのずと広がっていきます。重りは道糸の間をサルカンを通して動いているだけなので、魚が引っ張ることが直に竿に伝わってきやすいのと、また糸を緩めることによって魚の可動域が非常に広がっていくことが特徴です。なのでこのように障害物があまり多くない地形であったりとかすれば有効かもしれません。また重りが直接仕掛けについているわけではないので、餌を食べる魚が違和感を覚えにくいというのも、メリットの一つと言えるでしょう。生き餌が回遊するレンジ、棚、深さはですね、このように深いところから浅いところまで割と、リールから糸を出す度合いによってはかなり縦横無尽に池江さんも動いているように見えました。ここで池江さんの付け方の紹介をしたいと思います。まずこのように手の温度を海水によって少し冷やしてあげます。濡らしたタオルとかでもいいかもしれません。そしたら魚をつかみ、このように目を隠してあげます。そうすると魚も暴れにくく針を取り付けやすくなっていきます。道糸の一番先端に重りをつけます。また1メートルほどの仕掛けを別に作ります。スナップと約1メートルほどのハリス、その先端に針と生き餌をつけたものを、重りをつけた仕掛けを投入後にこのように海に送り出します。その際に大事なことは、このように糸をピンと張り魚を送り出しやすいようにすることです。着水し、おのずと重さのあるスイベルがこのように沈んでいきます。このエレベーター仕掛けは生き餌と同時にキャストすることがないので、生き餌だけが飛んでいってしまうということが、非常に回避しやすいんじゃないかなと思います。また、レンジも深さも深いところから浅いところまでこのように自由に動き回ってくれるので、アピールはしやすいです。ただ遠投する際はそのポイントに行くまで多少時間がかかってしまうかもしれません。
かけは至ってシンプルで、このように道糸の先端に針をつけ、生け餌をつけて投入するだけです。魚の種類やコンディションによって表層を泳いだり、そこに向かって泳いでいったりします。フリーの仕掛けは非常に仕掛けもシンプルになっているのと、また魚にストレス、負荷をかけないので、魚も割と持ちが良くなっています。可動範囲が広いので、フィッシュイーター、これも生き餌を食べる魚に見つけてもらいやすいよう、アピール力も高いかもしれません。魚の可動域が広い分、このように岸に近づいてしまったり、障害物に当たりそうになった時は、このように竿で錆びくことによってリスクを回避することができます。釣り人の多い釣り場所や、船が停留しているような場所は、このように常に、魚がどこにいるかっていうのを注意する必要がありそうです。いかがだったでしょうか。以上で5つの泳がせ釣りの仕掛けと特徴、また水中映像をお届けしました。何かヒントになることや、また新しいツールや、試してみたいことが、増えてくれたらなと思います。では今回もご視聴ありがとうございました。